三戸学は、江戸時代の日本の日立国三戸藩において形成された、学風、学問である。第二代三戸藩主の徳川光圀によって始められた、歴史書、大日本史の編纂を通じて形成された。特に、天保期以降、第九代藩主、徳川成明のもとで、尊王上夷思想を発展させ、明治維新の思想的原動力となった。 三つ国を中心とした時代を前期水戸学、成明を中心とした時代を後期水戸学として分けて、捉えられることも多い。儒学思想を中心に、国学、私学、神道を設中した思想に特徴がある。明暦三年、三戸藩政子の徳川三つ国は、江戸駒子部邸内に支局を開設し、紀伝隊の日本通史の編纂事業を開始した。藩主就任後の漢文三年、 死局を小石川邸に移し、商工官とした。当初の死局員は、林羅山学派出身の騎士者が多かった。漢文5年、亡命中の民の維新、朱春水を招兵する。春水は、陽明学を取り入れた、実学派であった。三つ国の優遇もあって、編集員も次第に増加し、漢文12年には24人、上京元年37人。 元禄9年53人となって40人から50人ほどで安定した。前期の商工官の編集員は、水戸藩出身者よりも他藩からの商兵者が多く、特に近畿地方出身が多かった。編纂過程においては、第一の目的である大日本史の編纂のほか、和文、和歌などの国文学、天文、歴学、算数、地理、神道、古文書、考古学、 映画、書士など多くの著書編産物を残した。実際に編集員を各地に派遣しての交渉、引用した出典の名記資料、遺物の保存に尽くすなどの特徴がある。この頃の代表的な学者に、中村ココと笹宗奴丸山かすみ、浅香丹白、栗山千吉崎、内越直政、森証健三宅観覧らがいる。 大日本史の編纂方針において南朝政討論を唱えたことは後世に大きな影響を与える。ただし、三国においては北朝及び武家政権の確立を異端視するもので枠、く、それらを明文論の下でいかに合理化するかが主要な研究課題であった。三国死後も編纂事業は継続されたが、原文2年、朝香蛋白の死後、終始事業は50年間ほど、 中断状態となった。第二本市の編纂事業は、第六代藩主、徳川春森の知性、商工官総裁立、原水県を中心として再開される。この頃、藩内農村の後輩や江戸地でのロシア戦出没など、内遊外館の危機感が強まっていた一方、水戸藩は深刻な財政難に陥っており、官員らは編纂作業に止まることなく、 農政改革や対ロシア外交など、具体的な反内外の諸問題の改革を目指した。水県の弟子には、小宮山楓県、青山信之らがいる。水県の弟子の藤田裕国は、完成3年に、後期水戸学の草分けとされる、まさ論を表して、あと、9年に、藩主事法に、上提した、意見書が反省を批判する過激な内容として、罰を受け、 編集の職を免ぜられて左遷された。この頃から、第二本紙編さんの方針をめぐり、水県と幽国は、対立を深める。水県は幽国を波紋にするが、今日は3年、幽国は逆に、水県一派を致死させ、文化4年総裁に就任した。幽国の門下、藍沢正司祭、藤田東子、豊田天皇らが、その後の水戸学派の中心となる。 文政7年水戸藩内の大津村にて、イギリスの捕鯨船員12人が、水や食料を求め上陸するという事件が起こる。幕府の対応は、捕鯨船員の要求をそのまま受け入れるのものであった。ため、有国派は、この対応を弱腰と捉え、水戸藩で、上位思想が広まることとなった。事件の翌年、藍沢聖司祭が、尊能上位の思想を理論的に体系化した。 新論を着する。新論は、幕末の死に、多大な影響を与えた。天保八年、第九代藩主の徳川成明は、藩校としての行動館を設立。総裁の藍沢聖司祭を教授頭取とした。この行動館の教育理念を示したのが、行動館期であり、署名は、徳川成明になっているが、実際の起贈者は、幽国の子、藤田東子であり、 そこには、尊能上位の子が初めて用いられた。徳川成明の改革は、高下元年、成明が土地女幕府から改革の行き過ぎを咎められ、藩主辞任と謹慎の罪を得たことで挫折する。成明の側近である、改革派の家臣たちも、同様に謹慎を言い渡された。この謹慎中に、藤田東子が執筆したのが、行動関係の解説書である、行動関記述議である。 この中で、東古は、元おりの利長の国学を大幅に採用し、儒学の立場から相沢らの批判を招きつつも、尊能の絶対化とともに、広範な民衆動員を図る思想は、行動間の教育方針にとどまらず、反省に大きな影響を与えた。同時期に東古の表した、回転志氏和文天正正紀化は、砂漠、倒漠の志士ともに愛読された。 カエ六6年のペリー雷航は、水戸藩改革派の復権をもたらし、成明は、幕政参与に就任、東ウらも、成明側近に登用され、農兵の編成などの軍事改革が進められる。しかし、安政の大地震で東ウは死亡し、安政の大国で、成明が再度処罰されるに至って、水戸藩は、政治的、思想的な混迷を深めていくことになる。ミト藩は、その後、 安政5年の土の絵馬の密著化変納問題、安政6年の成明英へ秩を含む安政の大国、現時元年の天狗党拒兵、これに対する諸政党の弾圧、明治維新後の天狗党の報復など、激しい内部抗争で疲弊した。明治維新後から第二次世界大戦の終結までに、かけて、水戸学は、その源流でもある、徳川光国と共に盛んに商用された。 特に、明治23年、明治天皇の水戸行行の直後に発せられた、教育直後は、国体や指導など、水戸学における中心的な用語が使用され、内容も水戸学の影響が顕著である。明治天皇は、三つ国、成明に正一くらいの造位、その後、三つ国、成明を祀る神社の創始に際して、常磐神社の社号とそれぞれに信号を貸しし、 別格官兵舎に列した。また、明治39年に、大日本史が249年の歳月を経て、完成され全402巻が、明治天皇に献上されると、その編纂に用いた、史書保存のための費用を可視し,し、それによって、商工館文庫が建造された。さらに、大日本史編纂の功績により、水戸徳川家を、 徳川総家や御石家などと同じ公爵に昇尺させた。なお、野木マレスケル育軍大将は、明治天皇崩御後、当時の皇太子、広人親王に、水戸学に関する書物を献上した後に自陣している。第二次世界大戦後、水戸学は天皇制、日本軍国主義を支えた思想として否定的に捉えられるようになり、戦前までのように商用されることはなくなった。 現在、水戸学は茨城県水戸市にある水戸市学会によって研究されている。観光活用への取り組みとして、水戸市は2018年1月、水戸城跡や行堂館などがある約 2.8km の通りを水戸学の道と定めた。ありがとうございます。